テラは日産自動車が中国、東南アジア向きに販売する3列シート SUV。2018年2月26日に日産本社より発表された。日産の中期計画、日産 MOV22022 における LCV 事業の新型車の第一弾として発表された。同社のピックアップトラックのナバラをベースに開発された。 2018年4月12日に中国市場で販売がスタートし、同年5月29日にフィリピンで同年8月16日にタイでも販売を開始した。2011年に D23 型ナバラの開発が始まった時、日産はパラディンの後継者としてナバラをベースにした SUV の開発を検討していた。開発の初期段階で当時成長していた中国。 中東市場をターゲットにした。当初は2016年に発表される予定だったが2年遅れ、最終的には2018年に発表された。2021年8月19日にビッグマイナーチェンジを受けた新型がタイにて発表された。エンジンは B7、B10、B20 といったバイオディーゼル燃料に対応する最高出力 190HP。HP 3750rpm、最大トルク 450nm、1500から 2500rpm を発生する2.3リッターツインターボディーゼル、YS23DDTET 型エンジンに7速、AT を組み合わせたものが搭載されている。インテリアは当初ナバラとほぼ同じ構造だったが2021年のビッグマイナーチェンジで新しい構造に変化した。 三列シート8人乗りのみが用意されており、ファブリックシートとレザーシートの両方が用意され、坊主のプレミアムサウンドシステムも搭載されている。エクステリアは日産のアイデンティティである V モーショングリルが採用されており2021年のビッグマイナーチェンジでさらに大型化された。ありがとうございます。